吹雪純、1973年ユニチカの初代マスコットガールに選ばれ、そこで世界的カメラマン、デビッド・ハミルトンの目に留まり、ポスターのモデルとして注目を集めた。本格的な芸能デビューは、翌年に、愛が始まる時、で、アイドル歌手としてレコードデビューを飾り、70年代のアイドルポップスの一翼を担う登場ぶりに人気を沸かせた。また、当時は実年齢も21歳であったが、アイドル歌手ということもあり、19歳として売り出された。この時代は彼女のみならず、そんなことがよくあったそうだ。吹雪は今でこそ、落ち着いた庶民的な役を数多くこなす、堅実な女優となったが、若い頃は、その自由奔放な性格があだとなり、公私混同な一幕もあり、当時所属した事務所を、何の断りもなく辞め、他の事務所へ勝手に移籍するなど、傍若無人な目に余る動向が目立ち、ことあることに失踪騒ぎを起こしていたことは、芸能トピックとして有名なお騒がせ事件であった。そんなごたごたの中、全事務所とも和解が成立し、その後、キキキリンの紹介で新しい事務所へと移る。そしてその愛くるしい、今風の現代っぽさが変われ、次々と映画やドラマへ出演していく、キキはそんな吹雪の女優としての資質を見抜き、自身の出演する番組プロデューサーに売り込み、彼女の推薦もあって、1975年に、寺内貫太郎一家、で女優デビューを飾り、その得意なキャラクターが、その後の倉本聡脚本の人気番組、前略お袋様、にと続き、出演者の桃井香織や坂口涼子とは違う持ち味で、彼女の存分な魅力が生かされた。そのあどけない少女っぽい顔立ちと熟したセクシーなアンバランスな感じが、よく出ていた作品が、松田優作との共演、蘇る勤労、であり、彼女は大胆なシーンをハードに演じた。俳優の竹中直人監督の、無能の人、では、これまでにない貧相な役柄を演じ、横浜映画祭主演女優賞、毎日映画コンクール女優助演賞を受賞した。現在もコマーシャルなどで活躍ぶりを見せてくれている。